列島全体で強い日本を作っていく、これは即経済成長にもつながってまいります。経済成長を強くなくしてどうします。この総裁選に臨む私自身の姿が、自民党が本気で生まれ変わる象徴になると考えています。危機対応、そして外交、防衛、経済運営、待ったなしの仕事でございます。経験、そして実績を生かしてですね、この仕事に当たっていけると。1年で3つの改革を断行したい。誰もが生きやすい、働きやすい、そんな日本の国を、社会を作っていきたい。日本が平和な国として、これから先にしっかりとその存在感を示していく大変重要な時期にあると、しっかりと訴えさせていただき、国民の所得を倍増する、この強い思いをしっかりと皆さんにお伝えをし、是が非でもこれを実現し、新しい日本を皆さんと共に作っていきたいと思っています。耳障りのいいことだけを申し上げるのではなくて、やはり厳しい政策議論をしっかりとやって、やっぱり国を任せられるのは自由民主党だ。国民を守る自由民主党、国民を守る日本政府、それを必ず私は確立をいたします。目標を掲げ、チームを束ね、結果を出す、これが私が目指す新政権の姿であります。過去最多の9人が立候補した自民党総裁選挙、事実上次の総理を選ぶ選挙に道民は、河野太郎さんか小泉進次郎さんかっていう、デジタル的なところをこう今まで力込めて推進力があるのかなっていうところで、一方で小泉さんはですね、結構こう若さっていうところの、なんていうんだろう、パワーといいますか、そういったところが結構こう期待感を持てるの。でも石破さんとかはね、防衛大臣やってたんで、国のことしっかり考えてやってくれるのかなとは思いますけど、女の人がやった方が、なんかちょっと風が変わっていいかもしれない。高市さんあたり、どうですかね。道内選出の国会議員の支持も分かれています。国家間と、それから財政運営が積極的だと、科学技術にも、若者にも投資しようと考えてらっしゃるので、そこで決めてます。こういう日本の国を作りたいんだ、世界でリードする日本を作りたいんだというビジョンを持った政治家です。長い付き合いもそうですし、また日頃の彼の理路整然たる、考え方、挨拶、そういうものも素晴らしいなと思っておりましたので。今月27日の投開票に向けて本格論戦が始まった自民党総裁選挙。総裁の椅子には誰が座るのでしょうか。今回の自民党総裁選ですが、当選者はこのようにして決まります。総裁選の仕組みを見ていきましょう。まず党所属の国会議員票367票と党員票367票、合わせて734票で競われます。党員票は全国の自民党員からの投票結果をもとに、各候補者に367票が割り振られます。1回目の投票で過半数を得る候補者がいない場合は、上位2人の決選投票に持ち込まれます。この決選投票では、党員票が各都道府県連1票ずつの47票となります。2人のうちその都道府県で多かった人に1票が入ります。では現時点で道内選出の国会議員、一体誰を支持しているのかということですが、最も多いのは小林さんで3人、続いて茂木さんの2人です。高市さん、林さん、河野さん、石破さんがそれぞれ1人です。HTBの取材では、まだ明らかにしていない議員の中には、小泉進次郎さんを支持している議員もいるという情報もあります。今回の総裁選、自民党内のトップを決める選挙ですが、事実上、次の総理大臣を決める選挙です。国民にとっても納得する人物が選ばれるのか注目です。